き参りは屋形船で参ろう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。野崎商店街から来ました山田です。もう一度挨拶からすみません、はい、あのキングジムで、ここキングジムで、トレーニングさせてもらってます。またゼウス選手も、生体の方ねさせてもらってます。アイクです、よろしくお願いします。でゼウスさんですね、キングジムの代表プロレスラーゼウスです、よろしくお願いします。お願いします。どうでした今日、さっき番組面白かったですね。いやー面白すぎますよね。何歳なんですか、何歳なんですか何歳なんですか、何歳ですかって質問も、うん、もうね、質問何歳でしょうかって言って答え言わずに終わりましたからね、一部で僕の年も。ね、もうそうそういや、ほんまにやってましたね。ね、ほんと。はい、どうぞ。ちょっとなんかセクハラチックで面白かったね。そうそう。いやいや、最後まで気になるところでしたけど。ねえ。何歳かな。でもやっぱさすがね、まあ、もう何回か放送ね、はいはい、させてもらってるんですけどね、はい、あんま打ち合わせ10分ぐらいですよね、今日。そうですね、そうですね、もう言ってたこと全然違うことやりだして、もう言ってることと全然違うこと言ってますね。やばいやばい、あえへんあえへん、全然噛み合ってない、ね、暴走してますね。あ、まあ、覚えてないんで言ってることまで何やったか覚えてないんで。いやもうこの何ね、チョークサムとかシナリオなかったんで。いやもうシナリオ全部ないですよプロレスもシナリオないですよ。いや本当に、いやみんなやっぱり頑張ってね、そんなね、ほんまに。いや中村さんもうキャーとか言ってたね。いやでもね、結構いろいろね書き込みもいただきまして、はい、僕的にも非常に楽しかったな思ってですね、うん、で一応ね、なぜこの番組したかっていうのだけちょっとおさらいさせていただきますので、はい、私野崎参道商店街の方で、はい、会長させてもらってまして、で実は5月にねちょっと軽いリコールじゃないんですけど副会長になりまして。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。副理事長山田副理事長降格ですよ。降格、降格、降格なんだ。あかんやん。そうなんですよ。でもともと理事長の部屋って言って、はい、理事長がこうスタジオに呼んでたんですよ、来てもらってって言って、で今副理事長になったんで、もう一回世の中をちょっと探し回ろうかな思ってるんですよ、はい、で今日はもうキングジムさんにお邪魔してですね、居候、はいはい、させてもらってるんですよ、ここの方で。はい、はい、で実はですね、ゼウスさんは実はこういったチラシの方に出てるんですけどね、うちのチラシにもね3、4回出てるんですよ。ありがとうございます。野崎の方では。デジタルサイネージにも出てますし、はい、で、このチラシですね、商店街のチラシにも出てですね、で、サイン色紙に、人生は祭りだって書いてるんですよ。これが大井型の商店街の真ん中にあるデジタルサイネージに、バーンと出てくるんですよ。なかなかすごいですね。いや面白いと思いますよ。いきなりプロレスラーが ね、うん、ね、人生は祭りだって書いてるの、うん、何のこっちゃみたいな。そうです、大型モニター出てきたら、いや本当何のこっちゃって顔してますみんな。まあ、ちなみに人生は祭り屋なんですけど、ね、あ、祭り屋ですか。あ、失礼しました。すいません細かいところで。いやいや本当、けどもう嬉しいですね。僕もこれ載せていただいてて、ここ置いてたら、ね、なんで野崎商店街ってこれ載ってんのって、うん、あ、これね、まあ、もうちょっと大きなチラシですよね。そうですね、いただいて、うわ結構野崎参道商店街って有名なんや思って、うちのレフェリー吉野なんか野崎参道商店街出身いうことで、あ、そうなんですか。この番組もしか続くのやったら、はい、ぜひ読んでくださいということで、ちょっと続けましょうよ、これを。読んでましょう。さっきその話聞いてびっくりしたよ。続けますか、2週間に。でも全然、もう僕も副理事長ですから、フットワーク軽いですから、ね、毎回じゃあ、毎回ゲストで、はい、ちょっと派手な選手呼んでいくんで、今回はちょっとね、2部で、そうですね、さっき乱入した彼を、あ、読んで、元商店街の宣伝とともに、うちのボディビルの宣伝ちょっとしていきたい。いいですね。でも僕次理事長に返り咲く頃にはもう肉体改造してこんな感じに戻って、もうじゃあぜひ教えますんで、キングジムで、トレーニングはキングジムで、もう僕この前来た時にフェイスブック上げたんですよ、はい、マシン乗ってるんで、はい、全然似合わないなって、別のいいねがいっぱい来ていじめられてるみたいな、ね、なんかね、おかしいんでしょうね。なかなかね、ジムってね、僕入りにくい雰囲気あるんですよ、もう初めて来た時に。皆さんマッチョでしょ。ありますあります。
どういうきっかけで僕こう入ったらいいのかなと思って、最初でも相葉さんはなよなよやったんですか。もうなよなよでしょ。どうなんですか、そんな時っていうのは。まあそうですね、今もなよなよなんですけどね、けどだいぶつきました。あの最初来た時、もともと相葉さんやっぱボクシングしてて、あのその時の相葉さん自分のやっぱり記憶があるから、あれできる、これできると思ってるんですよ。いざボクシングやってたらもう10、20年ぐらい前なんで、もう来た時、懸垂、相葉さん懸垂やったことあります、できますかって、いや10回ぐらいできると思いますよ、やらしたら1回もできなかった今けどやっぱ懸垂も全然できるし、リップスもできるし、やっぱりね、筋肉って鍛えたら絶対に強くなるんで、うん、特にキングジムは多分日本一強くなるジムだと思います。ここはね、言い切りましたね。日本一のパワースポット呼ばれてるんで、でもこの前もね、なんか学生さんみたいなの来てはって、なんかすごいショックやったんですよ。強くなりたいですとか言った時に、やっぱり皆さん男の子、男の人ってやっぱ強くなりたいっていうのがね、さっきも言ったんですけど、はい、でも女性の方も結構、なんか女性の方もいられるんでしょ。結構ね、そうですね、女性の方もダイエット目的の方が一番多いですけど、うん、ボディービルダーの方もいますし、やっぱりこう、そうですね、女性の方ダイエットでボディービルされるんですか。いや、ダイエット目的の方もおれば、ボディービル、あの筋肉つける筋肉美の目的の方もいます。あ、練習方法は違うんですか。なるほどね。あ、視聴者からのご質問です。キングジム、詳しく教えてる。ボディービルコンテスト。なるほど。ああ、そんなことそろそろ待ってるんで。あ、そうだよ、忘れてました。読んでいいですか。どん、かんすけ、おい、あまたお前、ここ席あるから、席あるから、早すがりんや、見える、早すがりん、見える、誰に言うてんねん、お前見てるか、誰に言うてんねん、俺いいよ、最高、ね、本当急ですもんね、関係さんも今日出てって言われたの。急に思わせました。とりあえず乱入してね、映るんかな。いや、映ってます、映ってます、先輩感じです、狭いわ、これ。よかったよかった。どうですか、今日乱入して言われた時にイメージありました。なんかはははは言ってましたけど。いや、まあ、いつもやってるんでこんなもんかなみたいな、みたいな、みたいな、よう乱入するんですよ誰やねん急出してほしいですよね。もう 彼も仕事乱入なんで、もううちの男隊長で、あ、キングジムのね、今度は9月22日の、まあ、ボディビルについて質問ですよね、はい、ちょっとじゃあ、カンスケ選手からうちの JPC のコンテストについて説明していただきます。はい、JPC の、はい、コンテストは、1年間必死に自分と戦って勝ち続けた男が優勝するステージです。だから皆さん、みんな熱いものを持ってる人たちは絶対、男の人って絶対みんな一度は鍛えたことあると思うんですよ。それの最高潮がボディービルです。究極の肉体。それをみんなで1年間やったものを必死にぶつけ合うステージがボディービルの今回ある JPC 9月22日コンテスト。それ、自分も出るんで、はい、絶対誰にも負けません。見てください。なんかむっちゃ熱いわ。ええこと言うな。かっこいい。ちょっと握手、握手、熱い。もう見に行こう思うもん、それ聞いたら。え、コンテストってごめんなさい、どういうさ、ごめんなさい、ごめんなさい、全然知らないんですけど、どういう採点方式なんですか。まあ、7人のジャッジがいて、一番上と下の、ひいきがあったためなんで、一番上の得点と下の得点が運ばれて、残り5年の得点でジャッジになるんですけど、まあ、うちの、まあ、大会、JPC のは、日本に2つある、ボディビル協会の1つなんですよね。一番、まあ、いくつかあるんですけど、大きな協会が JBBF、ミスター日本のある JBBF と、うちのJPC ナショナルという、まあ、こちらも日本チャンピオンですね。全国大会ある JPC2 つあって、その、もともと日本人唯一の世界チャンピオン、杉田しげる、まあ、氏ですね。その方が会長を務めるうちの、協会なんですが、そこで JPC の全国大会、ナショナルズと、ノービスクラス、彼はまあノービスクラスに出るんですけど、ノービスクラス、マスターズ、そしてフィギュアというまあ女性の肉体美を競う、その4つの大会を今回9月22日に森口市民会会、市民会館さつきホール。あかん、俺カミカミやわ、もう大好きに圧倒されてるわ俺噛まへんのに噛むわなんなほんま
ええー、わー、もう勘介全部喋ってよ頼むわ、ほんまにほんまにね、へえー、もうじあと、はい、あ、キングジム、キングジムについてのあ、勘介が、どうぞ、キングジム、私、はい、どうぞ、キングジムについて、キングジム、キングジムはですね、もうとりあえず代表を見てもらえば分かる通り、このハード怖さ、うん、強さ、うん、他のジムじゃまず絶対にないですね。でこの金髪、はい、赤髪や、赤髪、こんなもうね、男みたいな、男、苦しい男になりたい人、うん、もうぜひ待ってますんで。熱いなぁ。熱いわ。いやでも最初ね、僕入った時、やばい、皆さんね、頭とか、怖いな思ったんですけど、めっちゃ礼儀正しいんですよ。そう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 。いやもうぶっちゃけね、やっぱりここ元旧ワールドジム、元々アジア最大のジムがありまして、あ、まあ元々アメリカなんですよ。ゴールドジムはワールドジム兄弟の、そこの日本でワールドジムをやった杉田会長が、あのワールドジム、アジアもアジア最大だったんです。そのできた当時会員数その当時で1200人、そういうボディビルジムってなくて、まあ近くにコナミできたりティップネスできたりして、うん、まあだん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 やっぱりこう、まあね、うん、いろんなことがあったんですけれども、はい、そこでやっぱりこう僕が入った時はワールドジムですよね、やっぱり先輩方多いんで、僕ももう正直、うーん、こんなに言えていいんかなけど、テレビとか言う人の意味でやんちゃな子もいっぱいいるんですよ。それだからけどここに来た時は彼らに言うのは、うん、俺の前やったら別にふざけてもいいけど、絶対ここの会員さんには礼儀正しくしてくれと。それはもうみんな先輩、まあ僕が全員お世話になってる方やから、うん、だからそれだけは、いい話ですね。けど礼から入ったら心もついてくるからね、彼らも礼儀正ししても心もやっぱりそういう風になっていってるし、やっぱりちゃいますね、うん、熱い、ほんま勘助熱い、やばいわ、もう番組へ、ね、とりあえず帰って勘助だよ、全集合、ね、俺が勘助や、全集合そうそう、番組名ね、歌唱になってるんで、忘れとったじゃん、忘れとったじゃん、忘れとったじゃん、さすがゼウスさんね、振ってくれました。相葉さんから番組名、番組名何がいいかな、やっぱ勘助トレーナーをこうやってちょっと売るような感じの番組名がないかな。まあ僕考えてるんですよ。まあ本当のちょっとね、考えたのは、まあ、ゼウスだよ全集合、初めそれをね、出してもらったのはすごいね、嬉しい反面恥ずかしかったで僕ほどっていうか、僕ぐらいのまだ人間が前に出過ぎるのも嫌やから、もう言うたら成功っていうか、たくさんの勝利もあるけど、すごくこけてきた男やから、まだなんですよ、まだ今の時点で前に自分から出たくないし、今はもう誰よりも逆に謙虚でいたいなと思ってるんですよ。会員さんに対しても、勘助よりも、うちの他のスタッフさんよりも、会員さんに対して僕が一番頭下げて、僕が一番謙虚でいたいと思ってるから、まだゼウスだよ全集合じゃなく、まあ強いて一番前に出しても、ここはやっぱキングジムなんで、キングジムだよ全集合、これかなってね。いいですね。で僕からキングジム一つ言うたら、キングジムって本当にパワースポットで、会員さん皆さんが本当に全員一生懸命トレーニングしてるんですよ。10代の方から中学生の方から72歳までいます。みんなが一生懸命練習してるから、その雰囲気の中にいたらやっぱりおのずと強くなりますよね。10代の方が60代の方のトレーニングを補助したり、60代の方が10代の子のトレーニングを補助したり、教え合ってすごくいい雰囲気で、やっぱり一つのみんな目的あるところに固まってるんで、みんなトレーニングしに来てる、強くなりたい、その目的の方が集まってるんで、みんなほんまにチームなんですよね。一つのチーム、キングジムチーム、チームキングジムみたいな、なんかですけど、はい、もうキングジムの勘助に言うと、もっと熱い風に言ってくれると思う。いやでもここは十分ね、体の人は募りましょうよ、やっぱり最初入りにくいんで、最初トークショーから入ってもらって、なるほど、それすごく心打たれると思うんですよね、まあね、収録の時に見てもらって、なるほど、なかなかジムがそう言ってこう呼ぶってね、説明しにくいですもんね。でもすごいアットホームでね、僕全然マッチョじゃないけど全然入れますもん、今。入ります、ね、ありがとうございます。あ、じゃあ入会手続きあっていらっしゃいます、ね、ありがとうございます、はい、もうわざわざ遠いのに大東からありがとうございます、本当にすいません、どうしようかな、マッチョ、嬉しいな。入会金1000円で、外科費男性9000円なんで。あ、そうなんだ、はい、何回行ってるんですか、相葉さんは。え、
トレーニング。僕は最近少なくなりましたね。あの週2、3回ってところですね。週2、3回ってどんな感じです？トレーニングで。うん、とてもいい頻度だと思います。週に1回でも強くなりますし、週5回やってもそれは強くなるんですよ。そのやり方ですよね。頻度とトレーニングのハードさと、まあ、休養とトレーニングの、まあ、質量のバランスだと思うんですよ。へえ。じゃあ、あれね、まあ、僕分からないですけど、やっぱり自己流は絶対ダメじゃないんですけど、効率悪いんですか、自己流っていうのは。うん、その自己流によりますよね。俺は自己流で腕立てと腹筋、まあ、ウェイトは持たんで、あんな体を作り上げるっていうのは不可能ですよね。その自己流でバーベル、ダンベルを使って、すごく自己流で考えてやっていかれて強い方もいますけど、けど、まあ、こういう言い方したら悪いですけど、所詮素人の自己流は素人の自己流で、その方らが伸びるスピードの僕らが教えたら多分5倍、10倍のスピードで力は強くなります。いや、なんかすごいですね、なんか。やっぱり気になります肉体、テレビとか見てた時に、あ、この人すごいわ、とか。どう？気になるっちゃ気になるんですけど、まあ普通の人には負けない。それは普通の人じゃない人にも負けない。普通の人じゃない。普通の人じゃないんでね。むっちゃもうそのまま地上波出れるで。なんか、なんでもないですよ。どうやらもんですか。常に眉間にしわ、僕波に寄ってますからね。僕はもうシャツいてるんで。もう最強ですね。いや、ちょっと野崎商店街に出店してくださいよ。僕もあいいかも、探しますから、格安の物件で。出店。出店。だって市議のでしょ、陸続きちゃうわ、なんていうの、ね、ここから10分ぐらいですから、うん、野崎参りでできて。例えばどういうあれがいいですか。いや、もうほんまこんな下、なんかジムがあって、まあ今フランチャイズで実はしたいって言ってくださってる方はいるんですよ。あ、そうなんですか。キングジムね、へえ。やっぱりジムやるってなってもその名前いるじゃないですか。まあ僕まだまだ大した名前じゃないですけど、やっぱり杉田会長の名前、杉田茂会長の名前があって、そのボディビル世界チャンピオンので、まあゼウスが、まあ、プロレスラーゼウス、まあこの名前も今挙げるためにもっと頑張ってるんです、がやってるキングジムっていうものがあるっていうもんで、普通にジムやるよりは人やっぱ集めやすいから、フランチャイズでやらせてほしいと。器具とかもここの同じようなダンベルとかマシン作れるんだったら作って、でここのスタッフさんを一定期間、例えば初めの2ヶ月3ヶ月みんな研修させるために来ていただいて、ゼウスさんとかここのスタッフさんを月に、まあ週に1回何曜日は来てもらうとか、そういう話まではちょっと打ち合わせはしてるんですけど。いや面白いキシャダ方面なんですけどね、これは。そういうのをもしくは将来的にね、キングジムっていうこの日本一ハードコアなジムを広めれていけたら面白いかなと思います。いや面白いです。意外とね、なんかアットホームな感じでね、もう鍛えてるだけかなと思ったんですけど、ね、黙々としてると思ったんだけど、そんなわけなくて、さっきも収録の時見てはりましたもんね、トレーニング気にしながら。そうなんですよ。僕らもこんなにサングラスつけてるけど、下行ったらもうちゃんと丁寧に言おう。これいつもこんなやったらね、やっぱり人に出るんで、はい、まあいつもこんなん。いやじゃあですよね。もうすごいです。本当に、まあこのユーストリームやからこのまま今地上波やったらバラさないけど、ここまでキャラ作れるってすごい。本当にすごい。そう言われててもまだ見てちゃった。すごい。ちょっと笑いです、ね、そろそろ視聴者プレゼントの話と、はい、もっともっとちょっとそれ終わったら商店街盛り上がる話しましょうか。もう副理事長に降格してもうたし、降格で、これ大仁田さんからの視聴者プレゼント届いております。これちょっと先ほど休憩時間に山田副理事長と話し合って、この番組を見てくださった方で、今度の7月13日、ナスキーホール大会、大仁田敦史の邪道大阪夏の陣、大仁田敦史プロレスリングの試合に見に来てくださった方に、まあその早い者勝ちでしたね。3名大仁田敦史のサインポートレートプレゼントいたします。これ本当の本物ですね。いや本物です。僕が書いてないですよ。僕が書いてないです。すごいな。なかなか貴重ですね。貴重ですね。大仁田さんのはね、本当に
どうしよう、僕持ってたらあかんわな。これ、山田さんに託すんで、持っといてください。持ってたらあかんわな。持ってたらなんかね、1万円なくなってそうですよね。2万円だったらいいよね。いや、これでも3万円。はい。いや、ほんまチケット言ってよ。なんだ、僕のフェイスブックにも書き込んでください。すごいなぁ。いいですね。これいいですよ、いいですよ。いいよね、これ。いいですよ。すごい。なかなかないですよ。真摯や。なんじゃさんもやっぱり。いや、もうユーストリーム出るいた。実はここの、プロレスラー、鬼田敦さんのところのプロレスラーの方が、うち練習来てはるんで。あ、その方が、まあユーストリーム行ったら、ちょっと鬼田敦から、まあ僕の気持ちからしたら、今度戦う、アツシが何か言うとんなみたいな感じなんですけどね。まあ、うん、笑ってください。いや、これ見とれなんで。まあ僕は、試合になったら、こんな感じで、ボコボコにしてるんで。ね。強いなー。何、僕がゲストの番組に出てきとんねんっていう気持ちですか、正直。もう、なんか僕からもなんかプレゼントしなきゃダメなんですよね。お、そうなんですか？あります？いや、車の中行ったらね、ゼウス T シャツあるんですけどね。ここやっぱ今日はキングジムだよ、全員集合なんで、はい、キングジムのね、S サイズの T シャツがあるんですよ。1枚。お、はい。お、なんかこれはいいですね。今それ売ってるやつです、いいんですか？そうこれ、まあ、うちのスタッフ全員、はい、もちろん仕事の時、はい、まあ、今日はちょっと来てない、僕練習台で、まあ、彼もハードカーなんで今日は来てないですけど、はい、まあ、2、3日に1回は絶対来てます。へぇー、よっしゃ、これいいの。裏はね、これかっこいいですよ。裏はこういう感じ。おー、おー、まあ、サインは入れないですっていうのは、逆にサイン本当にこれいただいた方で欲しかったら僕に直接言ってくださったら入れますんで。ああ、なるほど。切れるんでね、 T シャツ。なるほど。サイン入ってる T シャツ着るのってなかなか恥ずかしいでしょ。だから、なるほど、ね、恥ずかしいっていうか、まあ、洗ったらっていうのもあるし、はいはいはい、飾ろうかなとかあるし、はいはい、ね、部屋ちっちゃかったら飾れないしね。いやいやいや、ちょっともう本当にもう見に来てくださいよ。すごい面白いですから。そうそうそう、まあ50人ぐらいは入るでしょうね、ここ。全然 OK、ね、全然行きます、全然行きます。いやいやいや、すごいね、いろんなプレゼントまでいただいて、お得な番組になっちゃった。なんか最初思ってたよりは豪華プレゼントですね。でも良かったですよ、本当。いや、良かったと思います。まだ1ヶ月経ってないですもんね、これ。経ってないですね。しましょうかって言ったら、どうでした、最初そんな話だった時に。いや、もうね、初め相葉さんからゼウスさんを称える番組の山田さんが撮りたいと。いや、僕なんかを称えられても、僕名前だけやっぱ称えられるような名前なんで、ゼウスっていうね、ギリシャ神話の神様のね。けどまだまだ、その本当にまだ30代は僕の中で人に、もう人に、本当に30代は謙虚に人に頭下げ続ける10年にしようと思ってるんですよ。40代はまだ前に出れないなと。50になった時に自分が逆に一声かけたら、たくさんの人を集めれるような男になればいいな。うわぁ、すごいな、いや、すごい。そうじゃないと30代の男が人を集めれてもただの生きがりやと思うんです。それほどの人間性も絶対つかないし。20代はガンガン前に出るとしか言えよ。はい、なんかんすけ。20代ですか？今20歳ですね。めっちゃ貫禄あるでしょ。やばいよ。こんな形ですか？何人かもわからないですもんね、これだから。こんな20代いてないよ。どうなっちゃうんだろう、40代だったら。若返っていくんだよ。これ、こっから。いやー、でも素晴らしいね。今のね、多分聞いてたおっちゃんのやつ、すごく感動した。ありがとうございます。いやいや、商店街もね、いろいろあるんですよ。そりゃいろいろあるでしょ。ドヤガールで入ってきて、あかんかった人のせいして出てったりとかあるんですけど、結局さ、誰か言いたそうですね。いや、ほんまね、いや、もともとね、僕37、8ぐらいでなったんですよ、会長に。はい、やっぱりね、もう連れ出されるし、亜生厚生言われてあるんでね。大変ですよね。今、ちなみにおいくつですか？今ね、41。なんで聞くんですか？もう40代だと年わからないんですよ。いや、聞いてくださいよ。ほんでね、なんかね、こう、密室に連れていかれるんですよ、どっかのスナックとか以外で。なんかね、ほんなら
こう囲まれたら、はい、うんいいのはしゃあないでしょ、はい、でそれが嫌でスタジオを作って、はい、公開討論しましょうと、はい、で僕が正しい間違ってるかも分からんけど見てる人が決めたらいいですやん、はい、って言ってそもそもこういうのだったんですよ。うん、それしたけど誰も来なくなったんで、はい、まあ平和利用してるんですけどね今。いや素晴らしいですね。何かに絶対つながると思います。絶対だって僕らこれですごく楽しいし、少しでも人を楽しましてやっぱり人に役立つことやってたら絶対に何か何らかのこれ得つむっていうかね、何かやっぱり変わあると思うから。いやでも嬉しいです。今先に出てもらった中原さんっていうのを番組見て。はい、お手伝いして。そうなんですか。そうなんですよ。ほんで今うちの社員で働いてもらってて、まあ、お金とかっていうのはまだまだなんですけど、でもその機会でゼウスさんとか相葉さんとかね、いろんな方とお会いできることになったんで、もうそれでいいかなと思ってきてるよ最近人生。そうやったんですね。そう、だから変ですね。なんか波長が合うんかな思って。行きたいな。一回行こう思いますもんね。ほら見た見たもう一回絶対行ったなんてませんねやっぱりね。いやいや本当もう一応ね商店街の言ってるからね、言ってるんですよ、来たら絶対接待してよって。今度三野崎三道商店街に僕とか勘介とか一緒に行って直接なんかこうアピールっていうか宣伝とかさせていただいていいですか。もうもうそんなすごい嬉しいです。もうよろしくお願いします。これほらほらほら今日見たかったこれ。いや本当にいや、はい、今度のそうですね、プロレスの宣伝も兼ねたいし、その時僕フライパン負けたり、あと今度9月22日、もうけど私事ばっかりですけど、9月22日の宣伝兼ねて、で僕らも宣伝できるし、商店街の皆さんもね、いやー、ね、なんやあったら優しいやんって頑張る。いや、すごいね。はい、ちょっとこう、いろんなお店回ったりしたいです。いや、もう、もしそれするとね、なかなか商店街で今ね、もう、廃れていってるんですよ。でも野崎ごときができたのとみんな勇気湧くんですよ。はいはい、もうね、ただ学研としてに、ね、繋がってるだけなんですけどね。いや嬉しいなぁ。近々ね、そういうね、企画を組んでもらって。いやでも本当ね、喜ぶやろね。いや、それ面白いと思いますよ。いや、ね、出てた人や、みたいな感じで。昔はね、うち商店街でちょっと大きなスーパーとかやったら結構女子プロとかプロレスが来てたんですよね。最近もめったに来らなくなって、だからちょうどね、僕の子供が、まあ、小学校2年生なんで連れて行く機会またできたなぁ思って。うん、いい、そんな話は。いや、全然。いや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 、聞きに行きます。いやいやいや、嬉しいね、でも。うん、やっぱ来たかいあるよね。やっぱつながるんですよ。でも多分見てる人はいつもようやった。ここ、商店街の方々はたくさん見てくださってるんですか、今回。結構ね、流してくれる店もあるんですよ、そのまま。で、これ、今日放送したのをまた商店街で後日流れるんですよ、ね。サイネージの方で。いやー嬉しいなー。すごいですね。もう絶対行きますんで皆さん。はい。わあ、ぜひ。もう言っちゃったからもう。絶対行きますんで。ぜひ。マイクの放送しますんで、はい、商店街のマイクで。はい、で、さんが来てますっていうだけで。いやイベントで絶対行きますよね。そうですね。もう言っちゃってますから、僕プロレスな呼びますからねって言って。ちなみにもう一つちょっと大きな話なんです。はいはい、うちのレフェリー吉野圭吾からこういうのを伝えておいてくれと、はい、僕は野崎出身やと、はい、野崎商店街のもう裏に住んでる、うん、もう実家やと、三道商店街の近くでプロレスの興行を開きたいと。興行興行興行、はいはいはい、試合を、はい、リング組んでプロレスをしたいと。なるほど。うわほらほらほらだからもしかしたら近い将来、うん、大阪プロレスがそちらに行って試合に行く。ほら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 、もうみんな今坂までバーって震えてると思う。すごいな、まあ、やり方だけど2つですよね、ぶっちゃけ、はい、1つは吉野レフェリーが自主興行する、はい、自分でまあ収益を得るような形、はいはい、もう1つは商店街が大阪プロレスを買ってくれる。なるほどね。また会議に出しててください。ただまあ吉野レフェリーは自分でやりたそうやったんで。いやでもそれ、どっちにしても来る
最高ですね、吉野さん。もう実はめちゃくちゃ家近所です、住所から。あ、そうなんだね。歩いて3分ぐらいで、はい。そんな、やっぱ言ってみるもんですね。そうですね。またトントン拍子で。いや、すごいですよ。なんで、地元ではなんでそんなカミングアウトしてくれないのかな、思って。言ってくれはったらね。いや、でもすごいね、これ。いやいやいや、ほんま、もうおっしゃって申し訳ないですよ。これだけ、ね、はい、話聞けたんで、はい、僕的にはもうお腹いっぱいで。はい、だキングジムだよ、全員集合ですね、番組が。キングジムだよ、全員集合で。7月3日の放送になります、次回。あ、そうですね。はい。また。7月3日ですか？ 2週間空いて。1週間後。2週間後ですね。2週間後やったら7月4日ですね。4日4日ちゃいましょう。4日やったら1週間後じゃないですか。失礼しました。7月4日です、ね。4日、来週ですか？4日です。あ、来週みたいな、ね。すごい。すごいですね。1週間後。すごい。同じ時間でしたね。同じ時間で、もうだいぶ手順も分かりましたんで、うでね、もう楽ですよ、ゼウスさん。もう勝手に締めてくれますし。そうですね。いいね、面白い。うん。はい。うん、いい、なんか7月4日の、また4日、うん、はい、またあの、Twitter とか Facebook とか、あの、また質問とかさせてもらいますんで、はい、キングジムだよ、全員集合。お7月4日、ね、7月4日になりますんで、ね、じゃあ最後に、あの、相葉さん、こんな感じでよろしいですか？どんな良かったんですかね、こんな感じで。僕はもう、僕は楽しかったから良かったですし、商店街にも来てくれるって、ね、いや、昨日もね、ご飯食べながらね、どうしようとか言いながら、まあ、あのずっと話してたんですけど、こんな感じで、まあ、皆さんが喜んでもらえたら、ありがたいかなと思ったんですけども。どうですか？どうですか？もういや、まあ、全然わかりませんけども。話聞いてた。むっちゃいいわ、むっちゃいい。うん、言うとったやん。話聞いてた。やっぱね、うん、言うとかな。聞いてる風に感じてもらう。いいですね。全く分かってない。持っていただいてますね。丸く収まったらいいかな。この人たちも何を考えてたんですか？いや、明日トレーニングやりそうかな。小学生。明日背中やしな、何やろうかな。デッドリフトからやろうかな。ほんで、いいですね。いや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 。いやいや、もう、もうね、なんか方向がぐちゃぐちゃで、もう最後ゼウスさんに締めていただいて、なんかね、はい、そうですね、はい、今日は初キングジムだよ、全員集合、うん、ね、ということで、本当に楽しい、まあ、時間となりました。皆さん、視聴者の皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうちゃんと頭下げる。下げる。分かってない。ちらりほらりとね、真面目さが出てますね。はい、じゃあ、まあ、実際、ね、最後ちょっと次回、ね、7月4日の方になって、はい、だいぶ話も進展しまして、はい、ね、はい、ファンタジーなこともできますんで、はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、最後締めましょう。はい、なんかポーズでキングジムだよ、全員集合みたいな。ああ、こうですか。はい、じゃあ言いますね。はい、キングジムだよ、全員集合よ。こっか。覗き参りは館